はい、次えき。今日はトークをしたいと思います。最近トーク率高いですね。なんでだろう。<laughs> はまってるんでしょうね。はい、では今日のお話は11月を年末だと思うというお話です。年末といえば12月という認識があると思うんですが、これを11月が年末と思うことであなたの行動が加速するよというお話です。今あなたは どんな感じですか1月に立てた今年やろうと思っていた目標はどんな感じですかもし中だるみしているようだったらちょっとトライされたらいいと思います結構この秋口ってまあ燃えたぎるような夏が終わって急に涼しくなってなんかちょっとシューンってしてくる感じもあると思うんですよね で実際1月に立てた目標が中だるみしてくる時期だと思うんですよもう日常にまた慣れてきちゃってですねここで一旦ちょっと考えてみるリセットするといういい時期ではあると思うんですよねでもし今中だるみしてるとしたらですね11月が年末と思ってみてくださいすると今日は10月12日ですよね11月末日が年末 になるとしたらあと一ヶ月半しかないんですねこの一ヶ月半でもう2022年が終わると思ってみてくださいそしたらちょっとピリッとしませんか一日一日をもっと大事にしようって思いませんかそういうふうに期限を設けるんです11月末で2022年今年も終わるね。11月が終わったらまた明けましておめでとうになる と思うと、あと一ヶ月半で、あなたは何ができると思いますか？それをちょっと振り返ってほしいなと思います。でもし、今、あなたの中でこれをやろうと思ってたんだけど、なんか中だるみしてるなーっていうことがあったら、とりあえずね、一分やることをやってみてください。一分、この一って感じですね。このゼロから一っていうのは、数字としてはすごく小さいんだけれども。 その後の効果としてはめちゃくちゃ大きな爆発力があると思うんですね。なぜかっていうとゼロが一番難しいからなんですね。何事もそうだと思うんですよ。新しい習慣を身につけるのも0から1が一番難しいんですね。逆に良くない習慣をやめるのも0から1が一番難しいわけですね。起業だってそうですね。初めて1そのゼロ1の部分 初めて売り上げを上げるまでとかっていうのが一番難しいわけですよね。なので01をとにかくやっちゃうんです。ここがすごく大事。そしたらその後はその遠心力でねまたパワーアップしていけるわけですよね。もしあなたが今やりたいことにおいて0の状態だとすると0っていうのはあなたの脳がやらないことが普通ルーティンだと思っているわけですよね。 脳は同じことを繰り返すのが好きなのでやらないことが習慣になっちゃうわけですね。でここを1に変えるだけで今度は1このやったことが繰り返したくなるわけですよ。脳が繰り返したいと思うわけですね。このサイクルに持っていくのがすごく大事なんですね。 はいこれはやめたい習慣にも当てはまるんですねここでちょっと私のチブを若干さらすんですけれどもご存知のように私はお酒をやめたいと思ってるんですねこの20年代ほぼ毎日お酒をたしなんできたんですね好きだから、えー、主にビールとワインが好きですね でもお酒をやめたいと思っていてここ2年ぐらいこのプロジェクトをやってるわけですよだけどまだやめられてないんですね。ただですすね進進捗捗状況は進捗しています去年は最初やっぱり1週間やめるっていうことからトライしてそれが10日になり2週間になりまたぶり返したりそして年の最後に1ヶ月やめられたのが最高だったんですね。 まあ素晴らしいと思ったわけですよ。毎日飲んでいたわけなので、で今年はこの1ヶ月を超えようってことで、1ヶ月半、2回やめれたんですね。1ヶ月半伸びたわけ記録が。でもまたぶり返したんですね。で、それをちょっと何回か繰り返し、またぶり返しちゃったら、まあほぼ毎日またたしなむようになっちゃって、 なののででまたこの10月1日からやめてるんですね。その時もですね、うん、今日1日やめててみよよ。ううって思うんですよそしたらですね結局今12日でしょもうね2週間近くやめれてるわけじゃないですか結局こういう感じなんですよね。とりあえず0から1が一番大変なのでまず今日飲まないようにしてみよう。 そそそしたらあできた。ら、ででできののまま2日3日3ととななんんんんかだんだん忘れてててくくすすよね。ね。っっっちの方が普通にるこもちろんこれも私も一直線にできたわけではなくて何度もぶり返しながらもだんだんその飲まない期間が長くなっていってるわけそして楽になってきてるわけまとめますとあなたも今何か中だるみしていることがあるとしたらこの涼しくなった時期にちょうどいいきっかけなんですね で年末を11月末にセットしてください。あと1か月半で今年も終わるんです。となった時にあなたが今手をつけておきたいことは何ですか今ゼロになってるものを1にしてみてください。まず今日1分やってみましょう。そこからまたあなたの成長が加速していきますよ。私も一緒にやっていきたいと思います。Thank you for listening. See you next time. Bye!